けにはいかないと、このように皆様強くお訴え申し上げたいと思いますが、いかがでしょうか。ありがとうございます。様々他にもございます。今日はもう時間がないので申し上げませんが、ぜひ溜池の整備、この淡路市は全国一多い、この溜池の数がございます。全国一多いのが兵庫県です。そして私も今年の4月国会の場において溜池の整備についてお伝えしました。国県市連携して様々溜池、この安全防災、今ちょうど出水期でもございます。淡路はそんなに雨が降らないと言っていられたのもこれまでです。気候変動によっていつ何時大雨が降って溜池が氾濫して皆様の生活を脅かすか、これは分かりません。したがって今からの対策が必要なんです。したがってぜひ私たち公明党、国県市の連携のもとに安全安心な社会をこの淡路市に作っていくためにさらに働かせていただきたい、このように強くお伝え申し上げる次第でございます。いずれにしましても少数激戦のこの度の淡路市議選、断じて負けるわけにはまいりません。どうか皆様のお一人お一人の力で西村秀和の押し上げてください。勝たせてください。何卒よろしくお願い申し上げて、私のご挨拶をさせていただきます。本日は大変にありがとうございました。この明石海峡大橋、実は3月から5月までの間、まず花見鳥フェアということで試行的にクルーズが行われてましたけれども、この週末からこの明石海峡大橋のクルーズ船が開始するんです。このために必要な例えば岩屋港の整備、これを私ども公明党が推進して実現をしました。実際ジョイポート南淡路さんの社長からは大きな感謝の意が示されているところでございます。どうか今日は小さいお子さんもお越しになられています。夏休みに入ったらぜひ明石海峡大橋のクルーズ船行ってくださいね。本当に素晴らしい、私も一度行かせていただきましたけれども、かけがえのない素晴らしい、なかなか今コロナワクチンが進めていく中で、コロナ禍の中でありますが、兵庫県も本日をもってまん延防止等重点措置を終えます。したがって少しずつ観光の足も戻ってくるところでございます。その時期を捉えたこのクルーズ船、こうしたものもぜひ推進してまいりたいというふうに思います。いずれにしましても希望ある未来を、希望ある社会をこの淡路市のために尽くさせていただけるのは、誰よりも誠実で誰よりも真面目なこの土井春夫候補しかいない、私自身強く強く皆様にお訴え申し上げる次第でございます。どうか大変厳しい戦いでございます。大変厳しい少数激戦のこの淡路市議選、断じて負けるわけにはまいりません。どうか皆様のお力で土井春夫を押し上げてください。勝たせてください。お力を与えください。何卒よろしくお願い申し上げます。ありがとうございました。